こんばんは。前髪長いな。ツイッターにスナリングの動画あげた、ありがとう。お前は好きなんだけど、だって、私は好きじゃないですね。前髪巻かないの？だって、お風呂上がりは巻かないですね。これの時はちょっと巻いてるけど、なんかすごい巻くとかじゃなくて、まあ熱通すぐらいですね、いつも。肌綺麗すぎる。いや、近くで見たらそんなことないよ。学校の先生にお疲れ様ですって言った経験ないです。こんばんは。誕生日までカウントダウンかな。生誕祭、誕生日か。誕生日ありがとう。見てるよちゃんと。昨日のスナリンゴの動画見て勝手に泣いてました。昨日のあの動画かな。僕たちはいつから涙を流すとか、幼かったあの頃より強くなったわけじゃない。疲れ溜まってないです。今日めっちゃ寝た。今日はそう、急遽レッスンがなくなったので、そう、普通になんか、そう、スケジュールの兼ね合いで、兼ね合いで、最近トレンドに村山優里さんの名前上がってるから、せなちゃんにやけてるのかなって思う日々です。こんばんはって。うん、にやけませんね、トレンドに入ってるぐらいで。私と優里さんの動画とか写真とか、私と優里さんだったら多分すごいニヤニヤしてると思うけど、優里さんだけを見てニヤニヤすることはないですね、ほぼ。久しぶりに学校だったから疲れた。だって、いや、久しぶりにさ、なんかをするってめっちゃ疲れるよね。わかる、わかりみ。そうなの、だってそうです。なんかもうそこまで言ったらファンだし、そうそうそう、そこまで言ったらファンだし、なんだろう、うん、だから違うって言ってるじゃん、ずっと。ゆりさん、ゆりさんはもともとファンだったとかじゃないからって。私と、だから自分とゆりさんが絡んでる動画とか見てニヤニヤしてる思い出して、それこそね、写真とか見て、あの、その時を思い出してニヤニヤするとかあるけど、全然単体を見ても別に普通に見れる。ね、なんか、そうだね。こんばんは。
今月公演ないよ。私はね、来月もわかんない。来月もどのぐらい出れる公演があるのかわかんないですね。新しいスケベ作ろうかな。だって嬉しい。なんか、あ、そうだ、あのね、ドボンのコンサートが、ドボンライブがあった次の日に2回公演だったじゃないですか。その時にもうすぐにそのゆうりさんのファンの方々がそのアボカドじゃねえしのツーショットをスケッチブックとかに貼って持ってきてくれたのがめっちゃ嬉しかった。昨日の今日やんって思って、そう、めっちゃ嬉しかった。私ドラマ結構見てるよ、今期も。サラリーゴの絡みってニヤニヤした。でもね、僕とあんま絡みないんだよね、基本的に。そう、がっつり絡むところとかがねあんまりないからお昼公演の時って三つ編み、お昼公演三つ編みしてないよ私私もつけててありがとう昨日の今日で何人かつけてくれる方がいて嬉しかった。でも肩組んでたじゃん。私は左手前からだから肩は組んでないですけどスケブって見えるの？見えるよ、うちらと同じ感じだしね。竹内先輩、いや、あそこで絡んだことなかったから、メンバーと。ええー、って思って、どうやって絡んでるのって最初思って。ユリと仲良くセナタンって言うんだって思ってたらいつの間にかセナリンゴ推しになってました。やったコンサート後の僕たちのリンゴ。でも私はゆうりさんはわかんないですけど、私は多分出ないですよね。前回なんか2回連続で出ることってほとんどないし、私がやってるポジションも結構人数増えたので、多分2回連続とかはなんか本当に他の全員がマジでスケジュール空いてないとかじゃない限りは私出ないはず気がする。まだね、その2月、そう、その時の僕たちのメンバー知らないけど、送られてきてないですけど、2回頭を撫でられてた。分かりないんだって。全然記憶ないんだけど うちはどんな感じで見えてるの？あ、でも MC の時は後ろ側はやっぱり MC の時はめっちゃステージが光るから、その見えづらいけど見えなくはないし、なんだろう、やっぱりスケッチブックとかでも思うけど、お見送りの時は必ず見えるじゃないですか。で、なんかすごい可愛い色味で、なんか白っぽい可愛いパステルカラーな感じの可愛い色味でめっちゃ可愛いってね、お見送りの時には思ったんだけど、でもそのよく考えたら、客席にいた時に私の方向いてスケッチブック出してくれてるなっていうのは分かったんだけど、本当にあれ私のスケッチブックかなと思って、なんか見えなくて文字が。でお見送りで見たらちゃんと私の名前入ってたし、あ、セナリンゴだったんだけど確か、そう、ちゃんと私の名前入ってたし、めっちゃ可愛い色味だったの。でもそう、見える、見づらくて、そうだから、そう、ちゃんと反応できなかったんですよねっていうのはあった。だからなんかセナリンゴだったら赤黄色って感じじゃないですか。まあ逆だった、黄色赤って感じじゃないですか。なんかがっつり黄色赤とかだと多分見えやすいっちゃ見えやすいけど、でも基本的にパステルカラーとかめっちゃ白っぽい色とかじゃなければ見えるはず。でもゆいりさんは多分もっとなんだろう、ちゃんともう原色って感じの方がマジで見える。あのね、この前セナリンゴのうちはどこにあるでしょうクイズした時に、
すクイズする前にあそこ見てって言われて指差してきたの、来たうちわが本当に超シンプルで、セナリンゴしか書いてないうちわで、黒字に黄色赤って感じのうちわだった気がするんです確か。でしかもそれお立ち台ぐらいだったかな、めっちゃ遠かったんだけど、あれそれはね色で多分分かってそう言ってくれて、でもなんか普通に座りで持ってる方のことを言ってもえみたいになってて、あ本当にってなってて、そうだからでもゆうりさんはね多分超分かりやすくしたらすぐ分かってくれると。私はね多分基本的に何でも分かるんだけど。うん、ドボーンコンサートのペンライト見えたよ、3階席。そうそう、私では全然見えるよ。そう、あ、多分そうかもしれない、自分ですかって、多分そんなそうだった気がする、分かんない。ピンクの字だって、私だ、私は全然見えると思う。でもなんかあゆうりさんに聞いた方が一番早いな。ゆうりさんはね目そんな良くないからそう、私も私そうなんだよね、私が見えるんだけどへ見つけるの早すぎてすごいだって、いやそれはたまたまかもしれないけど、そうでも基本的にオープニングで全員見つけたいと思ってはいるんだけど、なかなかそうはいかなくてですね。セラちゃんに見せたいスキブ見せられないままのこと、いつか見せてほしい。座ってる人が見づらいんじゃなくて、あのもう本当にあれ、私はねどこでも見えるんですけど、割とまあパステルカラーじゃなければ見えるけど、たまたまお立ち台にいたシンプルなもう本当に黄色赤って感じのうちわは見えてたけど、ゆうりさんがね見えちゃんと見えてたけど、その座ってるその可愛く写真とか載せてセナリンゴって書いてくれてるのはそう目を細めて見てたそうからっていう話、全然私は何でもあああって思ってやってた。そうね、白2本じゃないとね、白1本でうちは持っててくれてたら全然わかるんだけど、白1本だけ振っててもあ本当にたまたま白振ってるだけじゃないかなと思っちゃう。一番後ろまで見えるよ。そうそう、見送りの時でもね。よくさこうやってんってやってるの、そう隣で見てる。心拍数上がったコンタクトしてないらしい、謎
なんでかは知らないですけど、いやなんかするほどで別に多分悪くないんだろうね、目は。私と同じぐらいなのかな、どのぐらい悪いんだろうな、わかんないけど、私も基本的にコンタクトしなくても全然生活できるタイプだから、もうこの私はでもそのこの状態でそのなんだろう、公園行ったりとか、公園出たりとかするのが、そう私はそう落ち着かなかったからそうっていうのはあるんですけど、でも私より悪くなさそう。私視力1ないですよ、 0.0.0.、 本当に昔だけど 0. 何だったっけ、2とかじゃなかった、 0.3 ないぐらいだった気がする。可愛すぎて無理、どうして急に無理って言われた。そうなんだよね、生活支障はないから、なんか近場にちょっと出かけるとかだったら全然コンタクトしない、メガネもしない、家にいるときはもちろん何もしてない。え、待って、コンタクトの度数言ったらさ、私の視力どんぐらいか分かりますか、逆に。ほら分かんない、それは分かんないか。視力は覚えてないんだよね、正直。コンタクトの度数は分かる、マイナスってやつ。コンタクトの度数はマイナス 1.50 1.50 そう、でもね、両目同じ視力なの。そう、同じ。あ、全然ぼやけるよ。ぼやけるけど、ぼやけるけど、別にそんな遠く見る。普通に生活してて遠く見る必要ないじゃないですか。だから生活に支障はない。まあでもなんか見えないからさ、見えないから嫌になってくるから、まあ普通に仕事の時とかは絶対コンタクトつけるけど、レッスンの時もだけど。乱心もないね、私多分。いいな、視力いいのマジで羨ましい。コンタクトめんどくさいし、目乾くし、もう嫌なんですよね。テレビ見るときはどうしてるの？テレビそんな遠くで見ない。テレビってどんぐらい遠くなんだろう、わかんない。そんなめちゃめちゃ近くないけど、遠くもないな。視力 0.2 よりちょっといくら、ほらだから 0.3 ないぐらいって。正解だった。そうなのよ。でもこうやってやったらね、なんかちょっとね見えるから。全然。あとね、雨の日はね見づらくなる。
し、そう晴れの日は見やすくなるとかある。 0.4 だって、え、そんなにある？そんなにあるっけ。いい裸眼で生活するにはちょっと厳しいかなって思うので、でもまあそれはなってみなきゃ分かんないのでね、自分が本当に 0.4 ぐらいの視力の人がそう言ってるだったらまあ分かるけど、それよりも悪いだったりそれよりもいいとかの、ね、人は分かんないですけどね。私の 0.2 は私の 0.25 ぐらいの視力は全然生活できる。コンタクトはカラコンしか入れたことない。だってなんかさ、目よかったらさ何も入れたくない、私だったら。そもそもカラコン入れないからな。片方だけ視力悪かった。あ、なるほどね。じゃあこうやってやったら見えるんだ、どっちか知らんけど。ねえ、視力取り戻したばっかり。運転免許だって、運転するときに裸眼は絶対に無理だよ。それはもうなんて言うんだろう、普通、うん、じゃあそんな字読む機会ないじゃないですか、生活してあんまり、まあ、ここら辺だったら普通に見えるし、遠くの字を 字見たりとか、別に普段生活してて人の顔、遠くにいる人の顔を見ることもないですし、だから全然コンタクトしない。そんな違うんだ、右と左の視力。大変そう、それは。本を読むときに眼鏡、え、近いものが見づらい系なのか。免許取るの？取る予定ないですね、怖くて。怖いから取る予定ないです。知り合いかどうか近づくまで分かんない。うん、確かに遠くで手振られても分かんない。裸眼で外歩くと酔っちゃう。で、なんか逆にメガネするとなんか目痛くなっちゃう。私はコンタクトは慣れたけど、メガネ、コンタクト入れたくないんだよマジで。マジでコンタクト入れたくなくて、目乾くから。目を細める癖、私細める癖ついてるかな。営業って言うと、まあそれは仕事だから、仕事の時はつけてるって言ってるじゃん。普通になんか買い物行くとかそういう時はつけない。メガネつけたり外したりしてると視力落ちるし、え、私は逆って聞いたことあったのに。確か何らかの、ね、症状が起きる。それはわかる。結局目いい人羨ましい。わあ、確かに視力がさ違かったらさ頭痛もひどくなりそう。私も結構すぐ頭痛くなりがちなんですよね、多分。頭痛くなりがちというか、すぐ体調が悪くなりがちというか、なんだろう、
なんか人混みとか行くとすぐなんかここの目の奥痛いとかなったりするから困りますね。だからね、ファンの頃とかそれこそ公演行った帰りはマジで体調悪かった。人混みだから、舞台見に行った帰りとか本当にね体調悪くなって、でも行くんですよね楽しいから行くんだけど、帰りはマジで体調悪いって。長よく私の毎回でした、毎回そうなってた。うん、目薬差し外されたら眼球から外れなくて焦ってたって。いや私目薬しないんだよねコンタクトしてる時あんまり。普通から目悪くなる時ある。そうなんだ。でも私は普通に多分中1の時までは超目良かったのに、中2の途中から目悪くなりだして、多分スマホなんですけど私、うん、ドライアイじゃないんだ。でもなんか別にコンタクトさす、間違えた、目薬さすほどじゃないなって思っちゃうし、めんどくさいなって思っちゃう。お風呂上がりのコンタクトが一番やばいだって。お風呂の中で、ん待って、お風呂入ってる時ってコンタクトしたままなの？私はドライアイです。まばたき多いもんだってすぐまばたきしちゃう。使った方がいいのかな。だって使った方が、でも使った方がなんだろう、すごい視界良くなるし、まあめんどくさいけどコンタクトね。でも私はコンタクトしてよかったなって思う。コンタクトつけたまま寝ちゃう。夜はないけど普通に移動中とか普通に寝ます最初の頃はやばい寝たらダメって思ってたけど、もう最近はどうでもいいやってなっちゃって。瞳うるうるって印象だって。嘘だね、私目に光ない気がして私お風呂入る前は絶対コンタクト取るな、なんでかわかんないけど。コンタクト秒ではめれるじゃん。まあコンタクトの付け外しはマジで慣れるまでにそもそも時間かかるし、慣れた後もコンタクト入れんのめんどくさいって思う。秒ではめられるけどね。しかも取った後は洗わなきゃいけないじゃないですか。まあ私はもう最近自動洗浄機みたいなの買ってそれでやってるんですけど、だからもう超楽。コンタクトはさ、いろんな種類、ワンデーとかツービークとかいろいろあるけど、ワンデーはマジで簡単。もうツービークとかだと、まあ、ワンデーはね、その分値段がねちょっとだけ高くなるから、そうだし、なんか毎日コンタクトつけない人は多分ワンデーでいいと思うけど、私はほぼ毎日コンタクトつけるようになったので最近はね。だから2ウィークに変えて、うん、でも2ウィークも2ウィークで、1日目とか3日目とかいいんだけど、1週間経ったらもうカピカピってなっちゃう。コン
ンタクトつけた、つけはつけた瞬間からはカピカピってなっちゃう。ワンデー、ワンデーがいいけどね。お金持ちだったら。楽ですよ、自動のやつ。だって洗浄液を入れて、コンタクト入れて、蓋閉めて、セットしてボタンを押すだけ。そう、それだけです。まあ、そういえば思い出した。なんかさ、この前方向園の生誕祭の時にさ、方向園で前回生誕祭、前回か前々回か忘れたけど、生誕があった時にさ、涙サプライズ流れるじゃないですか。でさ、みんな踊るじゃん。で多分その時、その日に私、その日に出てたメンバーでケーキ出しじゃなかったの。私がね、端っこにいたの。なぜか私ケーキ出しじゃなくて、でケーキ出し以外のメンバーはみんな涙サプライズ踊ってたのよ。私踊ったことないのよ、意外じゃない？4年目なのに涙サプライズ踊ったことないの。だからみんな踊ってるけど私踊れないわーって思いながら、そうそう、なんかね、多分ね、ファンの皆さんもメンバーも多分踊ったことない人がいるなんて思ってないと思うんだけど、私一回も踊ったことないの。めっちゃ意外だじゃないですか。本当に踊ったことなくて、そう、バースデーみたいなやってるの知ってるんだけど、ここしか知らない。マジで。そう、だから、あ、私踊れないわーって思いながらいつも見てる。そう、一人だけこうやってやってる。気まずってなる。気まずい、気まずい。練習はだって、練習はだって、だって披露する機会ないのに練習するも何もないですからね。うん。雰囲気で踊ってる人いそう。いやでもドラさん以外は絶対みんな踊ったことある。知らんけど、ドラさんの中でも多分絶対に他のフェスとかで踊ったりとか、なんかいろいろとなんか違うとこで踊ったりする人はいるかもだけど、まあ私みたいな人は踊ったことないですね。じゃあ23時に配信終わります。そうなのよ、なんかいつも気まずい。いつか披露する時が来てくれたら踊れるようになりますけど。1月6日かな、多分そんな気がする。ママさんがいた気がする。その時めっちゃみんな踊るやんって思って、踊んないでって、私踊れないから踊んないでって思って。ニコシタさん、クマありがとうございます。明日ね、聞いてください。明日めっちゃね、曲数があるんですよ、レッスン。でも本当に今日めっちゃ寝て何もしてないっていう。セナタン、セナタンあるあるって感じで。表情面白かったって、え、ちょっとそれ悪口じゃない？知らんけど、どんな表情してるのか知らないですけど、これからしますよ。一人レッスン長いです。めっちゃ曲数多い。やったことない曲はあります。
ドラさんね、でもドラさんもようやくここ最近になって踊ったことない曲っていうのがだんだん減ってきて嬉しいんですけど、その最初の頃とかは結構ずっとだったんですけど、マジで踊ったことない曲ばっかりで、もう本当に初めて覚えなきゃってなってたけど、明日やる曲も何曲か踊ったことある曲だから、まあ、気は楽ですね。踊ったことない曲もまあもちろんまだあるのでまだあるから、まあ気は抜けないんですけど、あ明日そう、あごめん忘れてた、配信のこと明日朝配信しますね。やば忘れてた、ありがとうみんな言ってくれて、全然夜配信できないですね。うちゃんかわいい10個ありがとうございます。朝、まあ朝って言っても9時とか10時とか9時台10時台ぐらいだと思う、そんな朝早くはないですね、はい、いいな、ワンちゃんと遠出するんだっていいな。明日もイントロで、イントロで泣かない、イントロで、あ大丈夫、もう、ライマチーム4のレッスン終わったから。もうないんで、泣く場所ないです。てか今普通にすんなりさ悲しいこと言ったよね、寂しいこと言ったよね。そうです、もう終わりました。一気に村山チーム4での披露する曲をレッスンしてたので終わってます。ハリーさんファイト10個ありがとうございます。そう、でもまあ逆にまだ新チームのさコンサート、現チームのコンサートあるんですけど、まあ、新チームでまだチーム V はやってないので、まあ明日は明日からあるので、明日あるんですよ新チーム V のレッスン。村山チーム4はレッスンはもうないんですけど、なんかさ、まあ、逆にだけどさ、一日に両方あったりとかしてたらなんか感情忙しくなりそうだけど、まあまあまあ、まあ多分私はもう、ね、この前の昨日大変だったんですけど、私ね昨日はいつもだったら歌詞ちゃんと覚えていったりとかするのに、昨日はマジで絶対無理だと思って、もう何にも考えないで本当にそう村山チーム4でのレッスンをしててマジで何も考えなかったけど、なんか先生がさ、こういうここはこういう歌詞でとか言ってくれるんですよ、こういう歌詞だからこういう思いでとか言ってくれるんですよ。いや考えないようにしてたのにって思いながら、それをやっぱり先生のさ声はちゃんと耳に入れてるから、うーってなってたそのたんびにめっちゃ涙こらえてたってなってましたね。でももう涙が引いた途端無になって再開して、で定期的に来るんですよ、ここはこういう歌詞でってそれを3回4回ぐらい繰り返してた昨日は。そう本当に考えないでおこうって思ってたんですけど、そう、
明日10曲だって。10曲もあんのかな、わかんない。私何曲だろう。まあでもそのぐらいなのかな。そう考えるとやばくない？何してんの私みたいな感じでね。ありがとうございます。何からやったらいいかわかんない。そういう時どうやって乗り切るのだって。だからこう無にするんです、感情を。そう、無にして先生に言われたことだけをするっていう。何も考えない無にして、で本当にマジで無無無無って思いながら、感情は無にしながら、そう、そのレッスンしてたんだけど、昨日村山法でね。でもでもね、気抜いてたら絶対ずっと泣いてたと思う気抜いてたらね、気抜かなかった。もう自分で感情は無にするんだって言い聞かせてたから。レッスン中は泣かなかったです。何回も泣きそうになった時はあったけどね、泣く自信しかない。え、私絶対泣くんだけど無理私絶対泣く、絶対泣く。昨日レッスンした曲が一番泣くと思う。だってレッスンであんなんだったんだ、もう無理だ本番泣くに決まってるやんって思って。まあ、ね、それ以外の曲はまあまだね、なんとかいけるんですけど、多分あの曲だけは絶対に無理そうね、みんなで出たかったな。皆さんは7歳いないし、新チームの時はさっきさんいないし、あんなにアクロバットでも泣いたってそれは泣くじゃん。じゃあアボカドで泣いてたらもう泣くよ何でも泣けるじゃん。もうだっていちごバナナアポーって言ってるんだよ、言ってる曲だよ何でも泣くやん。うん、よし、じゃあ11時になったのでみんななんでアボカド泣くの、みんな何ではでは、11時になったので終わります。13位がキッチョさん、12位ひきなこ、11位高政さん、10位アイスデート、2位七一さん、9位豚バラパラダイスさん、8位千葉メガさん、7位赤野のソルティさん、6位シンさん、5位ハヤトさん、4位ハリーさん、3位ニコヒサさん、2位マサキさん、1位うちゃん、ありがとうございます。いちごバナナアップ。
ダメかわいいよねランチェリーよね抱きすぎたくなそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだしギフト読みますハヤトさんチバメガさんゼロさんマサキさん高政さんマーボーさん ISZ271 さんニコシタさんウちゃんシンさんハリーさんヤンちゃんさんショウちゃんツバソホシーさんドラゴン Z ガキッチュさん太陽のアトさんですありがとうございました二人でステージに立ってるっていうのでもう号泣やだ嬉しいそれは嬉しいめっちゃ楽しかったなあそこが好きなのこうやってこういう振り付けのぐるぐるぐるってあそこさ帽子かぶってやったことなかったからさ多分帽子ぶつかった気がしたわかんないけどよかった取れなくてではまた明日ね明日は朝配信しますバイバイおやすみ